こんにちは、斉藤飛鳥です。乃木坂46が2周年目を迎えたということで、いつも本当にありがとうございます。3年目を迎えるということで、私の目標は積極的になることです。いろんなことにもっと積極的に取り組んでいって、個人のお仕事もグループとしてのお仕事ももっと頑張っていきたいと思います。つまりですね、そう、仲良しだから言えることなんですが、打倒星野みなみ、バイバーイ